写真拡大。巨人 3-2 広島、23日、東京ドーム。一度狂った歯車を簡単に戻せなかった。4回まで1失点に抑えていた先発のケイ・ジョンソン。今季まだ土つかずの相手を苦しませるはずが、中盤の山場で事態は暗転した。初回、西二塁から4番岡本に中前的自打で先制点を献上したが、2回以降はほぼ完璧な内容を見せた。3、4回はいずれも三者凡退。直球に多彩な変化球を散りばめ、巨人打線を手こずらせた。試合前の時点で東京ドームは通算5勝1敗、防御率 1.41 と絶好の相性。自身の庭で暗雲が立ち込めたのは5回だった。無視1塁で8番炭谷を迎えた場面。2球で追い込んだがファウルで粘られ、フルカウントからの14球目を左前に運ばれた。その後、西一塁から1番北村に中越えの敵陣二塁打を浴び、流れを一塁側へ渡してしまった。なお西二塁から3者連続四球で1点を追加され、この回を投げ終えて5回6安打3失点で降板した。球数は4回終了時で59球。球数がかさんでしまった。自分で崩れてしまった。そこは反省。次に向けて修正したいと5回だけで41球を費やした団長に唇を噛んだ。6連戦の初戦を託しただけに、笹岡監督はもう一踏ん張りしてほしかったと粘りを求めた。大瀬良と並ぶ日本柱として期待される左腕。コロク今季初登板を糧に、次戦で挽回を期する